スタートしました。綺麗なスタートを切りました。第10競走は農林水産大臣賞典重賞第39回桐花賞グランプリハーツクライ賞です。内からやはりモズが行きます。7番のモズが先手を取ります。9番ランドオージが2番手、その後ろに工業デジタルとベリーブライト、3歳馬2頭が並んでいきました。8番のエバーオンワード、10番ローレルカンタータ、1周目第3コーナーです。2番のスーブルソー、あと開いて4番東北キング、東北アロー、外に5番のディアーウィッシュ、後方に11番のボンバルディエーレ、しんがりから行きますのが6番レイモニ。1周目のホームストレッチに入ります。先頭からしんがりまでは20馬身近くあります。先手を取ったモズです。リードは3馬身から4馬身取りました。2番手は3頭固まって9番のランド王子、1番ベリーブライト、外12番工業デジタルです。ゴール板を通過していきます。5番手のポジションに8番エバーオンワード、10番ローレルカンタータ、中段位置に2番のスーブルソーで1コーナーへ、東北キングその後ろ3番東北アロー、ディアーウィッシュ、さらに後方にボンバルディエーレ、そしてしんがりがレイモニ。各馬続々と 1000m 通過。先頭からしんがりまでは14、5馬身となって2コーナーカーブです。7番モズのペース、リード1馬身。2番手ランド王子変わりません。向こう上面へ1番のベリーブライト、あるいは12番の工業デジタル、1馬身差で追走800を通過して8番のエバーオンワード、内にローレルカンタータ、あと2馬身差、2番のスーブルソー、外に4番の東北キングです。3番東北アロー2馬身後ろ、さらに開きましてボンバルディエレ、内5番のディアウィッシュ、シンガリガレイモニ。600を通過、第3コーナーにこれから入ります。さあ前の争いですが、先頭7番のモズ、リード1馬身をキープ。2番手1番のベリーブライト、外からランド王子上がってくる。いやいや押しながら工業デジタルで400の標識を通過。会長に逃げているのは7番のモズ、リード1馬身です。ランド王子2番手、内1番のベリーブライト3番手ですが、その後ろ一覧となりました。内からスルスルと2番のスーブルソー上がってくる。4コーナーから直線構成。さあモズが先頭、モズ先頭で200の標識通過、リード1馬身。2番手のポジションですが、並んできた2番スーブルソー、今度はスーブルソー先頭に変わるか。大外から3番東北アロー伸びてくる。3番東北アロー今3番手、先頭はスーブルソーだ。2番のスーブルソー合流。モズ2番手、東北アロー3番手、その後は1番ベリーブライト続いておりました。勝ったのは2番のスーブルソーです。